スズキ。さあ前回は革命前夜についてお聞きしましたが、それでは今回はルソーの話からお願いします。そうですね、はい、ルソーっていうさっきの啓蒙思想の人がいて、はいはいはい、この人が書いた社会契約論っていうのが、うん、革命のバイブル、もう聖書みたいな感じで、ルソーって なんなんですか。肩書きで言うと思想家。思想家でしょうね。思想家ですか、はいはいはい、定職についてない。ついてない。あ、またもうニートです、うん、あ、じゃあ自分で経済を起こしたり政治をしてしたわけじゃなくて、ただただ考える人、はい、今までもの回でも思想家何人か出てきて、何もやってないのに影響力で書いていってたじゃないですか。ヒトラーとかそうですよね、最初はね、うん、そうそうそう、あのね、ブッダとかイエスとかもそうです。ルソーもちょっとそんな感じなんですよ。自分が社会的活動してるというよりは思想であらゆる人間を動かした人、天才ですよ。そうで、この人はその革命家、そのフランス革命の革命家、まあ代表的な人でいうとロベスピエールとかサンジュストとか、さっき言ったそういう人たちの本当バイブルとして動いてるんですけど、だからこの人のおかげで僕たちは今人権を持ってると言ってもぶっちゃけ過言ではないっていう素晴らしい人。この人めっちゃ変態なんですよ。なんでその話が急に出てくるんですか。超面白いんですよ。それが僕ら変態が考えた人権の上で今の世界生きてるんですよ。どういうことですか、変態。それについてはヤンヤンから詳しく喋ってほしいんですよ。なんすか。あのルソーはあの職人の家庭で生まれたんですよ。元々親父がその時計職人で、なんかまあ要はこう、まあめっちゃ身分が高いわけじゃないけど、まあ貧しくもないっていう家庭で生まれて、でもう生後9日で母を亡くすんですよね。だからそこからずっともう母がいないんですよ。9日っておっぱいもまともに飲めてない、うん、そうなんですよ。きついですね、はい。でまあ父親から結構いろいろ教育を受けたみたいで、いろんな小説とかギリシャ神話とか結構読まされてて、でその時から結構あの理性というかロジカルよりもこう感性で物事を考えるような教育を受けてきたんですよね。でただそこから結構不幸になっていくんですよ。で親父がこう貴族と喧嘩をして逃げないといけないんですよね。もう夜逃げしないといけないっていう状況になって、で逃げたんですよ。で結局ルソーはもう幼いながらにして親戚親とかに預けられてたんですよね。だからもうその時はすでに孤児状態ですよ。しんどいですね。でそこでこう一つ ある事件っていうか、そこの親戚のある一人でこう40歳の未婚の女性がいるんですけど、その人からこう DV を受けるんですよね。あら、え、当時何歳ですか。当時はもう十何歳ですよね。十何歳が40歳からそのもうそうそう DV 受けて、その時にこう不当不合理、まあ、理屈なんかこう不当な権力というか力に対する反抗心が芽生えたんですよ。いやと同時に魔女になったんですよね。そこはちょっと急に来すぎたな。なんかこういたぶられることに実はその時快感を覚え始めてしまって、それが結構最後まで一瞬まで続くんですよ。熟女から熟女に痛めつけられる私。あ、なんか気持ちいいみたいな。何思想。いやだから彼もその後も結構いろんなこう今の社会でいうと、まあ当時の社会でも超変態的な行為をしてて、街のこう歩いているその若い女の子たちの前でこう男の下半身を露出したりとか。あらららあらららら。こんなやつなんですよ本当に。ダメじゃないですか。うん、で実際その時の気持ちとかも自分で残したりとかして、あ、いいみたいな。いやポジティブ。自伝でね。自伝で書いてるんですよ、そういうこと。じゃあもう恥ずかしげもなく、なんか伝えたかったんや。伝えたかったんや。だからめっちゃパンクなんですよね。はあ。めっちゃパンクで、でも読書はめっちゃするんですよ。ただこうそういう性格なんで、いろんな職に就こうとして勉強もしようとしたけど、やっぱ全然合わなくて、まあ今で言うとバイトに入ってすぐ辞めるこうニートとかチンピラのようなそんな感じなんですよね。で結構不良少年だったみたいで、まあ騒ぎを起こしたりとかもしてたんですよ。ただ頭はいいんですよね。頭は切れるけれどもこう社会に馴染めない男だったんですけど、で後にこうあるやっぱ女性とまた運命的な出会いを果たして、それがあの、あ、もう名前、あの、まあ、
バランス夫人というバランス夫人夫人というまたこれまたすげえ年上の美人な一妻です一妻なんで一妻ですなんて言って笑うんですか嬉しそうだったよね嬉しそうだったよね一妻ですまあその夫人が結構旦那さんとね仲が悪くてこう別居状態だったんですよ。でそこに転がり込んでまあ紐状態になるんですよね。ですげえ優しい夫人でこう教育を受けさせたりとかこう飯をやったりとかしてるうちにこう親子のような関係になるんですよね。で今までそのルソーもずっと非行を重ねてきたからこう愛に飢えてた部分があってそこにお母さんがいなかったからお母さんの愛を求めてしまってるんですよ。でそのうちその夫人のことをママンと呼ぶようになります。ママンと呼ぶよ。ママンって。でやっぱこうまあ出たり入ったりとかはしていくんですけれども、それはど いいよですよ家ですよ家ですよニヤニヤするからっすよはいほんでそうニヤニヤするすごいな今日なんかニヤニヤ感がいやいやはいほんですよまあしていくうちにまあ親子の関係からこう愛人関係になっていくんですよね。年も差も離れてるんですけど夫人もお互いもそのルソーもすごいお互いのことをまあ、恋愛感情を抱くようになって、である時、まあ、そこまた第二の事件が起きて、はいはいはい、で、まあ、すごくルソーが可愛いんですよそのバランス夫人っていうのは、うん、でルソーって結構イケメンだったらしくて、もういろんなこう同世代の女の子からこう言い寄られ始めるんですよね。合コンでモテるそうなんですよ、うんうん、でそこでこう夫人がちょっと私が何かこう手ほどきしてあげないといけないわみたいななってルソーの童貞を奪いました。わお価値の筆下ろし。そうですね。ママンというその時の体験もルソーはもう自伝でとかで書くんですよ。はい。近親相関の感じがして最高でしたみたいやべえよね。やばいな。いや面白いマジ。いや地味にちょっとキモいなと思いますけど。いやいやでも血はつながってないんですよ。血はつながってないですよね。なるほどなるほど。いやなんかやってることマジで90年代のパンクスっすね。要はその社会で働けなくてこう欲望に忠実 でそれをなんか悪気もなくただただこう発信し続けてるんですよ。はあ、パンクスやないですか。その後まあいろいろあってまたこう夫人の元から離れていってで宿屋のメイドと結婚するんですよ。またなんかエロい関係やな。まあその時は年下のメイドだったんですけれども、上から下まで行けるじゃないですか。で10年間の間に子供5人ぐらい作るんですけど、あらら勢力が。そうなんですよ。でも子供みんな孤児院に送ってしまうみたいな。いやそれはダメやわそれは、まあ、まあね金がなかったんですけどね。金がなかったのもあるんですけど、なんかそれもなかなかこう、それをまた堂々と自分の本の中に書いて、それを夫人女の人からこうめっちゃディスられるっていう。それは嫌やわ。嫌われるタイプですよ。そうですね。という人が結果その社会契約論を変えたのがもう40代になって以降なんですよ。うん、そこでなんかこうここでもうその時期の瞬間だけすげえ集中力が上がってそういった書物を書いて。言ったんですよね。が実は私生活でこんな変態だったっていう。俺そこにすごい歴史のロマン感じちゃうよね。そのもう一面性じゃないもんね。そうなんていうか、なんていうんですかね。あのこれ立派な社会契約論ってすごく立派なものなんですやっぱり。で本当にさっき言ったみたいに僕たちの今のこの人権、僕たちの生存権を保障してくれるような。もう出発点なわけですよね。はいはいはい、時代を変えた。そうそうそう。はい、その人が子供5人個人に送ってるとか、あの近親相関の感じがしてなんか興奮したみたいな話をしてる、そのなんていうかな、一般的に考えたらなんか高潔なものを出してる人って人格も高潔だって思われがちじゃないですか。ね。で人格高潔じゃなかったら叩かれたりしますよね今の世の中とかだと、うん、だけどこんなアンバランスな人からとてもいいものが出てきて、それがとても僕たちの今の生活に影響を与えているんだっていうこの事実、うん、この事実が僕はとても面白いなって思ってるんですよ。人間観が変わりますよね。そう、うん、なんか私たちそのやっぱ知らないうちに
こうなんか相手に対して完璧さを求めたりとか、そうそうそう、特に歴史界隈ではそのリーダーシップの授業とかいろいろあるじゃないですか、歴史をそういった切り口で語ろうとするのは、うん、なんかそれはなんか なかなか僕らからしてうん、うん、もうちょっと面白みがないよねと思いますよね。もっとなんか清濁は合わせ持ってるよねっていう感覚がとてもあるんですよね。だからいいところもあれば当然悪いところもあって、あるし、うん、それにルソーのその孤児院に送られた子供が幸せかどうか僕は分かんないんですけど、もしかしたら不幸になってるかもしれないですよね。当時やっぱり親がいない子供ってすごい大変だったんで、彼の子供は不幸になったかもしれないけど、でも彼の思想によってかなり多くの子供たちの人権が今守られてるわけじゃないですか、ずっと。まさにこれが面白いんだよね。そうですよね。こういうことっていっぱい起こってるんですよ、世界で。確かにそうかもしれない。だからその個人に送ったっていう事実一つを持って彼がクズだって言ったりだとか、社会契約論を書いたこと一つを持って彼は素晴らしい人間だっていうことにいかに意味がないかっていうことがすごく僕これで分かるなって思ってて、とても面白い。そうですよね。すごく神経がデリケートな人なんで、もう晩年になるにつれて精神病になっていくんですよね。もう統合失調症とか精神病になってる。その中で帰ったりとかもしてたんで、そこもすごくね面白いですよね。だから本当に社会契約論書いてなかったら本当にクズ人間。ただのですね。ただの変態。客観的に見ると変態でなんかやっぱ精神も病んでみたいな。そうですそうですよ。でもなんかあると思いますね。現代もなんか例えばその有名なミュージシャンとか有名なクリエイターとか漫画家とかわかんないですけどが仕事ものすごいのに家庭めちゃくちゃみたいな。いやそういうのよくあると思う。ありますよ。でもなんかまたこれ複雑なのが、めちゃくちゃな人生を送ってきたからこそ気づいたものもあるとか。だと思います。なんかそれはそれはこれはこれじゃなくて、ここのマイナスがあるからこそこっちにプラスとして転用できるみたいなことも必ずあるじゃないですか。なんかそう考えるともう分からない、分からないですよ。やっぱりね、どこかを不幸にしてる人が全部を不幸にしてるわけじゃないし、どこかを幸せにしてる人が全部を幸せにしてるわけでもないなっていうのをめちゃくちゃ思う。こういう例で許されるな。こういう複数の観点、ルソーみたいな人を評価するときに僕たちが普段から言ってるその相手の文脈で考えるとか、うん、その複数の尺度で考えるっていうことがとても分かりやすい人の一人ですよ、この人は。そうですね、なんかいろいろ考えさせられますね。今離れて僕田川でほぼ生活してて、福岡市内で妻と子供いるんですけど、妻と子供は妻と子供は幸せ。どうしたんですか。いや妻と子供はね悲しいかもしれないけど、その分こっち頑張ろうって思いました。そうですね。思いますよね。あなんかブルーになってきました。ブルーでもブルーになる話でもないむしろ元気に、ね、なってほしいなって思う。そう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 。なんかヒットラーをやってすごく僕人からまあ、言われたことがあってですね。あら、なんでしょう。なんかよく歴史の人物、偉人を評価するときって無視の人物っていいよねっていう風に評価し、自分がないのね。そうそう、自分がない、みんなのために頑張る、はいはい、でもヒットラーって無視の人なんですよ。そういう話ありましたね。彼はもう完全に無視の心でユダヤ人を殺しまくってるし、はいはい、もう本当に世界のために良くなるためにユダヤ人虐殺をしてるんですよね、うん、はい。同じ無視の人なんですよ、うんうんうん、でも偉人じゃないんですよね、こういう人は。ね、こういうなんか既存の人間観をやっぱり破壊、私たちはやっぱり知らないうちにこう自分たちで作ってしまってるのを、そうそうそう、破壊するようなこれ勉強の仕方、歴史の勉強の仕方が一番いいかなと気づかされますよ。うん、だから本当にあれですね、大陸を見つけて客観的に自分たちを見て、まさにその通りですよね。価値観がぶち壊されて、でだからもう本当にまあ何回もこのラジオ言いますけど、人と比べないと自分の価値観が何なのかっていうのはもう見えてこない、見えてこない、見えてこないですね。見えてこないし、やっぱりなんか歴史勉強してて一番わかるのは、何度も言ってますけど、時間軸が長い評価すると短期で評価するのと全然違う評価になったりする。ルソーもそうですよね。この人生きてる間誰にも評価されてないんだけど、あ、されてるけどちょっとファンいたから。そうです。ファンは多いです。その今でこそ教科書に載るレベルになってるわけじゃないですか。だから。ね、ほんとこう街中でチンチン出してる時と評価マイナスですから ねそのチンチン出された方は、まさかこのチンチン出してる人、将来教科書に載るって絶対思ってない。
絶対思ってないと思うんですよね。あ、それはそうだな。そう、むしろそういう教科書あっても面白いかもしれない。チンチン出した人列伝ですか。チンチン出した人の中で誰が偉い人は誰かみたいな。あんまおらんわ。いやでも確かにそれ言い出すと昔悪かったと思われてたことは今考えたらいいとか、今いいと思われたことは難しい、よう考えたら悪かったとかってあると思ってて、それって日常生きててもあると思ってて、例えば車運転しててガーンって事故ったと、であちゃーと思って今不幸だなと思って、で目的の場所に時間通り行けなかったと、でその時不幸と思ってるけど、後々よくニュースを見たらそのまんま行ってたら崖崩れが落ちて、もしかしたらこう命ごと行ってたかもしれないってなった時に、あ、事故ったことが幸福だったなって思うじゃないですか。そうですね。なんかこういうことって世の中めちゃくちゃあるので、だからあの時彼女に振られたことが実は今の人と出会うきっかけになったんだったら振られてよかったなってなるんですか。でもなんかその場その場で善悪って判断して決めつけすぎるのも良くないっていうことの前例にもなるなって思いましたね。なんかおっしゃる通りですよね。そうなんですよ。で一方でこの後ロベスピエールの話とかもしますけど、自分がやってることはとても正義だって思ってる人だからこそできることとかもあって、もうね面白いんですよ。だから結局じゃあどうすればいいのかって話になっちゃうんだけど、あの本当にその生き方スタンスによって出せる価値って千差万別で、でそのやっぱりデメリットも千差万別で、全てが表裏一体でいいことだけ悪いことだけってないんだなっていうことがすごいよくわかるのがこのフランス革命なんで、ちょっと先進んでいきましょうか。なるほどですね。まあ本当今回一番勉強になったのは、でもやっぱどう考えてもチンチンは出さない方がいい。それが勉強になりましたね。勉強になりました。だからチンチン出さない隠していこうと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。 G 海英鈴木